皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。集まる動物の森にて人気の2人の関係性について新たな情報が出ました。ということで今回のゲームニュースは、集まれ動物の森にてジャスティン・トレックスの新たな関係性が明らかに。人気の2人を取り巻く動物関係。記事はオートマトンより引用しています。集まれ動物の森において人気の2人組の関係性に新たな展開が見られたとして話題になっている。本作においては時折島にゲストキャラクターがやってくることがある。その中には虫や魚を高額で買い取ってくれるキャラクターも存在。それがレックスとジャスティンだ。虫好きと魚好きの2人。レックスは虫の造形美を愛してやまないカメレオンの青年。虫に対して並々ならぬフェティシズムを持つ芸術家肌で、買い取りのほか虫の模型制作も請け負ってくれる。一方ジャスティンは少々チャラくも快活な青年。島々を旅しながら自撮りも楽しみつつ生けてる魚を収集している。ジャスティンに魚を渡すと魚の模型を作ってもらうことが可能だ。ただしジャスティンに依頼して受け取ることのできる模型はジャスティン自身が制作しているわけではない。実は魚の模型もまた虫愛好家のレックスが制作を引き受けているのだ。ジャスティンが模型制作依頼を受けた後、レックスに実際の制作を発注しているのである。レックスとジャスティンの関係性についてはジャスティンの口から詳しく聞くことが可能。お互い家族ぐるみでの付き合いがある幼馴染で、現在はルームシェアする仲だという。ジャスティンはレックスの模型作りの才を認めており、良好な関係を築いていることがうかがえる。そんな2人の詳細な関係性についてはさまざまな解釈がある。興味深いのは国内と国外で受け取り方に幅がある点だ。というのも日本語版にて模型制作の説明をする際、ジャスティンは制作は友達のアーティストに頼むからと発言。ここではレックスのことを友達と表現している。一方英語版では表現がやや変化。ジャスティンはレックスのことをマイパートナーと表現しているのである。パートナーという単語は広い語義で使われる言葉だ。仕事仲間、相棒といった意味合いで用いられることもある一方、同性の恋人、配偶者を指す場合にも使われる。そのためジャスティン・トレックスの関係性については友人同士と捉えるユーザーもいれば、恋愛関係であると解釈するユーザーも存在していた。国内版、国外版の言語の違いから解釈に幅が生まれたユニークな事例と言えるだろう。一方海外向けの公式ガイドブックでは両者の関係をビジネスパートナーと表現。実はそれほど親密な仲ではなく、仕事上のドライな付き合いなのではとの説も発生し、さらに多彩な解釈の幅が生まれていた。こうした状況がある中、11月4日に配信された無料大型アップデートバージョン 2.0 により、ジャスティン・トレックスの関係性の新たな側面が見えている。以下無料大型アップデートバージョン 2.0 のネタバレを含むため注意。新コンテンツで明かされる仲良し度。まず注目したいのは有料 DLC ハッピーホームパラダイスにおける要素だ。同 DLC では様々な住民をリゾート地に呼び、理想の別荘を作ってあげることが可能。アミーボを使えばNPC を含む特定のキャラクターの別荘を制作することも可能だ。ジャスティン・トレックスについてもアミーボカード第5弾にてカード化を果たしているため呼び出しが可能である。この2名の別荘呼び出しについては実はちょっとした秘密がある。ジャスティン・トレックス、いずれか片方を呼び出すともう一方も自動的についてきてルームシェアをすることになるのだ。
どちらか片方のアミーボカードしか持っていなかったとしても設定通り同居を再現することが可能というわけである。リオナとも別荘を提案すると同居人を呼ぶことにかなり積極的、仲の良さを感じさせる一幕だ。さらに他にもレックスとジャスティンを深く知ることができる機会がある。それは喫茶ハトの巣場、博物館に開店する喫茶店ではコーヒーを飲みに訪れる様々な動物たちのこぼれ話が聞ける。別荘同様アミーボカードを使うことでレックスとジャスティンを呼び出すことが可能。こちらもレックスを呼べばジャスティンが、ジャスティンを呼べばレックスが一緒に来店する仕様となっている。両者とも虫捕り大会、釣り大会の後に鳩の巣へ立ち寄り一人で打ち上げをするのが楽しみだという。とはいえ相棒同士で訪れる喫茶店も楽しんでいるようだ。このほか二人とも蚊では生活時間が合わずバラバラにコーヒーを飲んでいるといったエピソードも。またレックスがジャスティンの使うルアーを作ってあげているといった交流の様子を聞くこともできる。世代を超えた絆物語、ジャスティンとレックスについて知ることができる機会はこれだけではない。実は彼らの父親も喫茶ハトの巣に呼び出すことができるのだ。ジャスティンの父親はウオマサ、過去作にて釣り大会の主催として登場していたビーバーの動物だ。ウオマサを呼び出すと息子ジャスティンと一緒に来店する。親子水入らずの会話を聞くことができるのだ。ウオマサはジャスティンと離れて暮らしていることもあり、久々に会う息子の元気な姿を喜んでいるのが微笑ましい光景である。一方のジャスティンはというとレックスについての言及が多いのが印象深い。自分たち若い世代は虫や魚のビジュアルに関心が強いとしつつ、父親世代は味への興味が強いと分析。たとえ家族であっても価値観が違うのは当然のことであると非常に大人びた見解を述べている。普段は軽いノリのジャスティンだが、その内側には思慮深さも秘めているようだ。そしてもう一人彼らに関連するキャラクターが存在する。それは亀山さんだ。亀山さんも過去作にて虫捕り大会を主催していたキャラクターである。ウオマサ同様アミーボカードを使うことで久々にその姿を確認することが可能だ。実は亀山さんとレックスもまた親子関係。そんなわけで亀山さんを呼ぶと息子も来店するかと思いきやそうではない。亀山さんについては友人のウオマサとやってくるのである。亀山さんは柔和な物腰で息子を気にかけているのはウオマサ同様。しかし親子関係はなかなか複雑な事情があるようだ。いわく父もこの虫が好きなのは同様であるものの方向性が違っており、なかなか認めてもらえないのだという。先日したジャスティンの言葉やレックスが普段から虫は餌じゃないと公言していることを合わせて考えると、亀山さんとレックスは虫を食べるべきか否かという方向ですれ違いが生じてしまっているようだ。そのため亀山さんはレックスとうまく交流できておらず、ウオマサの口を通じて息子の様子をうかがい知っているという。ちなみにそのウオマサにレックスの様子を伝えているのはもちろんジャスティンである。親世代を呼び出すことで亀山レックスの親子関係をジャスティンが間接的に取り持っている、切なくも深い交友関係が浮き彫りになった。無料大型アップデートの新コンテンツ追加によりさらなる関係性が見えたレックスとジャスティン、両者の複雑な親子関係を交えつつ強い絆で結ばれているようだ。今回の新情報を機にやはり2人は恋人だったというニュアンスで報じる海外メディアも存在するコタクなど、一方ユーザーの間では友人関係、恋愛関係の解釈は未だ分かれている様子だ。
登場する動物たちのバックグラウンドについて自由に想像を膨らませることができるのも集まれ動物の森の懐の深さといえるだろう。両者に限らず、今回のアップデートでは様々な動物たちの人間模様が明らかになった。追加コンテンツを通じて動物たちとの交流を改めて楽しむといいだろう。以上が記事の内容でした。アップデート以降、あつ森が再び盛り上がってますね。コンテンツはもちろん、こうした動物たちの裏事情が聞けるのは面白いですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。